どうもクラブセンスのたつきです。本日から名前を改名させてもらってマウンテンタッキーとしてやっていくんですけど、マウンテンタッキーになった経緯とかは、占い師さんに生命判断してみたっていう動画から見えるんで URL 貼っとくんでぜひぜひ見てください。本日のマウンテンタッキーの動画なんですけど、あらゆるシチュエーションに対して女の子をどれだけ喜ばせれるかという動画を撮っていくんで、シチュエーションの方はスタッフさんに用意してもらってるんで、じゃあ今から行ってみよう。それでは第一のシチュエーションが始まります。お相手の方が遅刻してくるというシチュエーションで、お相手の方がどれだけ引け目を感じさせずに対応するのか、それではジェントルマンたつきの対応の仕方を見ていきましょう。おはよう。全然待ってないよ。カメラの内カメをこうやって見てたらさ、いつの間にか3時間ぐらい経ってたわ。いやもうそんなに待ったっていうか、もう昨日の夜から眠れへんくてさ、楽しみすぎて。いつも可愛くしてきてくれてありがとう。今日はね、いろんなコース考えてきたんやけど、A と B コースっていうのがあって、まず A コースがリッツカールトの最上階でバスローブを着ながらワインパーティー、 B コースがヘリコプターに乗って大阪を一望しながらワインパーティー、どっちがいい？またまたそんなん言うて、俺と一緒やったらどこでもいいの？知ってるかな？多分知ってると思うねんけどな、クラブゼウス。はい、それでは2つ目のシチュエーションが始まります。ディナー後の愛の告白ということで、ムードや言葉の演出など気を使ったので、ぜひジェントルマンたつきを見てください。ディナー美味しかったね。でもやっぱり何を食べるかじゃなくて誰と食べるかやと思うね。俺も一緒。グラスから見える君がイルミネーションみたいに綺麗やったわ。ちょっと話し行こうよ。エスコートするね。どうぞ。ここは夕日が見えて綺麗やねんな。お前の方が綺麗やで。ちょっとこういうシチュエーションを用意したのは、ちょっとお前に言いたいことがあってさ。やっぱ全てお前と一緒にいたいから、これからも、いやこれからは毎朝お味噌汁作ってほしいね。だから俺と結婚を前提に付き合ってください。くぅ、夕日が眩しいぜ。ちょっと仕事行ってくるわ。本日の動画もご視聴ありがとうございました。やっぱりホストっていうのはエンターテイナーだと思うんで、女性をどれだけ喜ばせれるかがホストとして肝心なとこやと思うんで、よかったら、みんな使ってください。でもやっぱり僕は底辺ホストなんで、ダメなとことか、こうした方がいいよっていうところがあれば、どしどしコメント送ってください。それでは、ありがとうございました。